爆笑5倍。どうも、ゲレ。今回は、ディスティクションのセキュララレビューと単語帳爆速回しの実践法というテーマについて紹介しようと思います。突然ですが、僕は初エグさんが出版された英単語帳ディスティクションを約150周したのですが、期間としては2年間、日々の勉強の合間や移動時間中などでぼちぼち進めていただけなので、システム英単語ほど血眼にやったわけではないのですが、結果として今ではこの本の大体 90% くらいは頭にぶち込むことができたので、今回は前半部分でディスティクションを150周して得られた効果について、後半部分では実際にディスティクションを使った英単語帳爆速マーチの実践法について紹介しようと思います。ディスティクションとは、受験対策単語帳では出会えないネイティブが日常的に使う表現がぐっと厳選された英会話特化型スーパー単語帳で、左から単語表現、意味例文、和訳と語源、同義語みたいな感じですね。中に入ってる表現は、初めて見るフレーズや、こんな言い方するんかっていう表現、そして暑さには申し訳ないですが、日本語の感覚には意味がわからない癖強フレーズまでてんこ盛りに入ってて、シンプルにやってておもろかったっすね。で、僕は約2年前、ちょうどシステム英単語が250章を突破し、さすがに飽きたなと思ってたタイミングでこのディスティンクションに出会いまして、最初は半信半疑でなんだこれとか言って遊び感覚でやってたんですが、気づいたらドハマりしてしまいましたね。で、僕がシスタンをやりまくってた時は、単語帳を無理に扱いすぎてとても悲しい姿になってしまったので、ディスティンクションこそは大事に使おうと心に誓った次の日に盛大にコーヒーこぼして、中もうどうでもよくなって、今じゃ簡単に使っちゃってますね。そんなこんなで、僕が実際にやってた英単語帳爆速回しの方法は、1、英単語と日本語訳を眺める、2、例文を音読する、3、どんどん次に進む、で、最後はこの1、2、3を爆速で繰り返すっていう、至ってシンプルな方法で、どうせ忘れるんだからというメンタルで、とにかく何度も単語に出会うことを意識しながら爆速で回してましたね。で、まあ1週目から3週目は全く覚えられないんで、まあ案の定やめたくなるんですが、10週目くらいすると、なんとなくわかる表現が少しずつ出てきて、30週目くらいになると、なんか壊せたのって表現が結構増えてくるんです。で、50週目から100週目にかけて、全体の 80% くらいは覚えられて、大体フレーズを見たらわかるレベルにはなるんですが、まだ自分ではうまく会話で使いこなせない状態なので、頭と体に表現を染み込ませるために、横に書いてある例文の音読に力を入れ始めて、それを繰り返して150週目くらいになると、まあそのシチュエーション出てきたら使えますけどみたいな感じにはとりあえずはなったので、まあこの方法はあながち間違いではないかなと思いますね。で、じゃあ実際にディスティンクションをやり込んで、どんな効果が得られたのってことで、ここからはディスティンクション150周で得られた効果について3つご紹介しますね。1つ目は、海外ドラマが最高に楽しくなりましたね。僕はよくネットフレックスを英語音声、英語字幕で見て勉強してるんですが、今まではだいたいこんな意味だろうなって聞き流してたフレーズが、え、こんな意味だったってことが結構あって、で、僕がめっちゃ覚えてるのは、なんかの刑事ドラマを見てる時に、ある刑事が I'm on the right track って言ってて、当時の僕はお前トラックの上に乗ってんのって謎に解釈して、その後の話で頭からトラックが離れなくなってしまったんですが、その時はまあいいかって流してたんですが、その後ディスティンクションで勉強してたら、お前ここにいたなってなって、オンザライトトラックで順調に進んでるって意味だったんです。その意味が分かった瞬間の全部繋がる感じが最高に嬉しくて、なんでその感動を味わった時は思わずって言っちゃいましたね。二つ目は、日常会話で恥をかくことが減りましたね。僕はオーストラリア留学中に OG 友と出かける予定があって、明日何時集合って聞いた時に、彼がなあ、ザッピンゼーマイって言ったんです。で、僕その時普通にはってなって、向こうもはってなって、なんか気まずい感じになって、その時はなんとか愛想笑いでごまかしたんですけど、その2年後にディスティンクションを何気なく眺めてたら、お前ここにいたなってなって、しっかりディスティンクションに入ってたんです。つまり OG 友はまだ決まってないんだよねという意味で、アップインゼエアを使ってたんです。それを知った時はなんかめっちゃ嬉しくなって、その後自分でもまだ決まってないっていう時にアップインゼエってよく使うようになったんですが、ついこの前友達と話してた時に、冬中のアップインゼエアを食らった時に思わずってちょっと危ない瞬間があったんで、まだまだ修行が足りないっすね。三つ目は、リスニングが怖くなくなったってとこで、今まではネイティブと会話してるときに、頼むからシンプルな表現で話してくれって心で叫びながら、相手の話に必死に耳を傾けていたのですが、ディスティンクションを使い始めてから、もちろんネイティブ表現は聞き取れるようになったのと同時に、なんか特殊な表現が出てきたときに、あ、きっとこういうニュアンスで使ってんだろうなっていうのがなんとなくわかるようになったり、あと本当にわからない表現が出てきたときに、え、その表現ってどういう意味と興味本位で聞き返せるようになったんです。なぜそう変化したかというと、このネイティブ表現の意味の横にある語源がめちゃくちゃおもろくて、なぜこの表現を使うのかみたいなネイティブの感覚がバチコリ記されてるんですよ。で、それを読んでいくうちに、ネイティブの頭の中が少しずつわかるようになってったんです。もちろん中には、それは無理だなという理解不能な癖強フレーズもあるので、そういう時はまあ最悪こっちを覚えればいいかと、ネイティブ表現の並列にある同じ意味の基本単語を見るようにして、なんとか乗り切るようにしてたら、気づいたら一般的なボキャブラリーを爆増してたので、結論、このディステンションはやればやるほど味が出てくる昆布みたいな単語帳だなと率直に思いましたね。よいしょ。
はい、ということでここからは実際に英単語帳爆速回しっていう方法をね、実際に皆さんにご紹介していこうと思います。で、もう僕ディスティンクション1は結構やり込んじゃったんで、今日はね、今まで一度も開いたことのないこのディスティンクション2を一緒にやっていこうかなっていう風に思ってます。ほんならやっていきますか。はい、じゃあ早速ねやっていこうと思います。で、僕はまずね英単語と単語の意味を眺めるっていうのをひたすらやりますね。じゃあ早速行きましょうか。ではやっていきますね。アーリーバード、早起きの人。ガットフィーリング、なるほどね。アップトゥスナフ、オンファイア、うん、もう最初はね、こういう感じで眺めるというか、まあ、もちろん最初から例文とか音読でしてもいいんですけど、まずはね、こうやってこう眺めるっていうのは一つ大事かなっていうふうに思いますね。っていうのをじゃあやっていきますね。はい、今だいたいレベル1なんで1から100までざっくり見ました。全然今覚えるとかじゃなくて、もう本当にただ見るっていう感じですね。もうそんなんでいいんですよ。あとでもう150とか200周とかするんだから。で、次にまあ一個一個ちょっと楽しみながらというか、もちろんこのディスティンクションというのがめちゃくちゃ面白い単語帳なんで、まあ楽しみながらちょっと見ていくということですね。まあ最初の冒頭どんぐらいにしようかな。あんまり紹介するとアクサに怒られちゃうんで、ほどほどにしとくんですけど、まあいいや、とりあえずやっていきますね。で、アーリーバードですよね。すごいですね。早起きの人っていう意味らしいですよ。で、このアツさんのめちゃくちゃいいところは、例えばアーリーバードのその由来みたいなのが書いてあるんですよ。なんで、これがここに書いてあるのが面白いですよね。なんか、まあ朝鳥がチュン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 鳴くみたいな、そういう人をこう表す言葉みたいなね。まあそういうことが書いてあるっていうね。もちろんバーってやって覚えるのもいいですけど、こういう風にこう由来とかを見ながら楽しむっていうのも一つ方法ではありますよね。それをなんか見ると、がっつり覚えなくても自然とこう入る感じがするんで、それがいいですよね。でもざっくり見てきますね。まあ直感、フィーリング、直感。オンファイア、なるほどねっていう感じでやっていくんですよ。みたいな、あ、そうなんだみたいな。で、これ別にディスティンクションに限る他の単語帳でも一緒で、あ、そうなんだみたいな、最初はそんな感じでいいっていうことですね。ライフセイバー、なるほどね。 You're an absolute life saver、 助かったよみたいな感じですね。っていうのをやっていくと。で、ちょっとこれもちょっとやっていいですか。すいませんね、ちょっとお時間いただき。はい、今2週目終わりましたね。まあ今僕やったのは単語と意味をまあじっくり見て、あーみたいな、なるほどね、こういう意味ねみたいな。まあアツさんのやつだったら由来が書いてあるから、こうやって見たりとかしてやっていく感じですね。で、2週目の時点で全く覚えてないです。恐ろしいくらい全然覚えてられて、でもそれでいいんですよ。後からっていっぱいやるんだから。で、後から結局覚えられるし、結局今覚えたとしても明日になったら絶対忘れてるんで、まあそれはしょうがないっていうのを割り切って、まあとりあえず何度も何度も触れていくっていうのを意識すると。まあそういう感じですね。まあじゃあ具体的にね、例文とか音読したりとか、どんどん次に進むみたいな感覚をねやっていこうと思います。で、まあ僕は大体こうやって見終わったら、もっと本当はやるんですけど、なんか5週とか6週とか、まあ何日かかけてやって、で、じゃあそろそろちょっと覚えないとやばいなみたいな、ちょっと焦ってくるから、そしたら本格的にね覚えるみたいな作業になっていくんですけど、じゃあまず最初のアーリーバードですね。あ、早起きの人、なるほどね。で、例文ですよね。The research shows that early birds are more likely to succeed in careers, but I don't think that is the case. この本のいいところは、例文がめちゃくちゃクオリティ高いんですよ。だからここでもめっちゃボキャブラリー学べるというか。まあ一方で、シスタンとかそういう単語帳だったら例文が短いんで、そこは音読してたんですけど、アスタなんてちょっと長いんで、まあそこまで無理に音読っていうのを意識しなくてもいいかもしれないですね。僕に関しては、これを実際に会話で使えるようになりたいなっていうことで、これ大体覚えたなっていうタイミングから、どちらかというと音読を増やしていった感じです。で、実際にどうやって使うのかなみたいな。で、こう口に出してみて、こう感覚を掴んでいくみたいな。まあそんな感じですね。Gut feeling、 直感。こう Gut ってこう腸らしいですよ。腸のなんかやつって書いてあります、ここに。思うですよね。で、まあ、ガットフィーリングとか、特にアツさんのこの単語帳で言えば、なんか一瞬でこう、イメージつかないなってやつは、その隣に同じ意味のやつが書いてあるんですよ。で、その意味を見て、インスティンクト、あ、本能ね、本能的に感じるやつか、みたいな。そういう使い方は、このアツさんの単語帳ならではでできることですね。はい、次、アップトゥスナフですね。十分な満足力レベル。だから、スナフも、ここに書いてあるのが、鍵タバコっていう意味なんですって。こう、ってこう。っていう。だからそういうのも感覚も分かんないじゃないですか。結局他の単語帳見てて出てきたとしても、なんだこれみたいな感じでそのまま流しちゃうことが多いですけど、このアツさんの単語帳で言えば由来まで書いてあるから、僕は結構しっくりくるんですよね。ただの丸暗記じゃないっていうのが面白いところですよね。まあ正直このアップトゥスナフを会話で使えるかっていうとまた別問題なんですけど、でもこのアップトゥスナフを知ることによって、自分が海外ドラマとか見てる時に、あ、出てきたってなったら嬉しいわけですよ。他の友達が話してたりとかする時にアップトゥスナフとか言ってたら、あ、あれじゃんっていう、こう気づくっていうね。受け皿を用意しておくみたいな、まあそういうイメージですかね。オンファイア、調子がいい、いいですよね。couldn't care less、 ライフセイバー、うん。で、まあ適宜例文とか読んだりね、短かったら
Thanks for picking up the kids on Monday. You'll have some lightsaber. Get ahead of yourself. Luck of the draw. って感じですね。ちょっとじゃあそれでちょっと勉強していいですか。はい、今3週目終わりました。3週目はどちらかというと例文とかちょっと読んだりとか、あと発音したりとかね、そうちょっとこう入り込んだ勉強っていう感じでしたね。まだ全然見てもいいのかなって思いつつも、でもやっぱり覚えたいなっていう時もあると。普通の単語帳とかね、それこそこれも僕覚えたいなと思ってるんで、ってなった時は僕はこれを使います。まあこれついてたんですけど、アツさんのやつに。でまあこうやってこうやっていくじゃないですか。こうやってよくあるやつですよね。こういう風にやっていくやつなんですけど、まあまずやっていきますね。アーリーバー、早起きの人。 Good feeling、直感、アプチスの十分な満足、オンファイア、すごく調子がいい。まあみたいな感じですよね。でなんかわかんないなっていう時あるじゃないですか。これああ思い出せないみたいな時はもう一瞬で見ます。もう僕これもうわかんないんで、もう忘れたなって思ったらもうすぐ見ちゃう。ああどうでもいい気にしないねみたいな。ライフセイバー、これ覚えてるな。なんだっけ、あ無理。そう、5秒とか10秒とか一瞬で思いつかなかったら僕は見ちゃうタイプ。まあもう人によって違うかもしれないけど、僕はもう見ちゃうタイプ。なんでかっていうと、もう完璧主義なんで、なんで出てこないんだみたいな感じになっちゃうと、全然単語帳が進まないんで、もう諦めてもう見ちゃうっていう。それを何度も何度も繰り返すっていう感じですね。あ、もう覚え出せないですね。先走る。あ、もう無理ですね。みたいな感じですね。じゃあちょっとこれもやっていいですか。だからやりすぎっすか。やりますね。はい、今とりあえずレベル1の1単語から100単語っていうところをまあずっと今4週したんですけど、じゃあ今どれくらい覚えてるかっていうと、自信持って覚えたって言えるのは僕このアーリーバードしかないんですよ。早起きの人っていうアーリーバードしか頭にしっくりきてなくて、他の99個は全然まだ言うたら 1% ですよね。でちょっと焦るんですよね、正直。正直焦りますよ。だって全然覚えられてないんだもん、4週もしたのに。しかも多分明日になったらこのアーリーバードでさえも多分忘れてるっていう、まあそういう事態が多発するんですよ。でもいいんですよ、それで。どうせ忘れるし、一発で覚えようとしないっていうのを意識するだけで全然気持ちも変わってくるし、とにかく繰り返すことが大事なんで、何度も触れる、何度も出会うっていうことが大事なんで、そういうのを意識してますね。昔はね、完璧主義だったから一発で覚えようとして一章から全然抜け出せないみたいな、一章で全然覚えられないとか言ってて、結局僕センター試験失敗して浪人したんで、完璧主義ならずにもうざっくりやっていくっていうのがまあ一番いい方法なんじゃないですかね。でかつまあもちろんシスタンとかもいいんですけど、ことディスティンクションに関して言えば、本当にね、いろんなあのパーツ、覚えやすいようなパーツが散りばめられてるので、他の単語帳よりも割と楽しくできるんじゃないかなっていう印象ありますね。まあもちろんこれをじゃあ実際自分が会話で使えるかってなると、やっぱり難しいところはあって、それは自分で練習しないといけないし、自分でトライしていかないといけないし、ただ覚えるだけじゃ使えるようにならないですよねっていうのはもう結構きついところではありますね。まあ特にこのアップトゥスナフとかね、いつ使うんだっていう、まあ使いたいけどなんかこううまく言えなかったらどうしようみたいな自分もいるから、でもきっとこのアップトゥスナフもこう150種とか200種とかわかんないですけど、やっていけば染み込んで、それがうまくこう使えるようになるんじゃないかなみたいなね、そういう願望を抱きながらやってますね。はい、そんな感じですかね。でまあまだ1週目から4週目しか終わってないですけど、全然覚えられてないですけど、まあ頑張って覚えようかなと思います。でまあ今までこうシスタン使ってましたよとか、例えばキーインフレ使ってましたよとかいう人もいると思うんですけど、もしね新しい刺激が欲しいとか、留学行きますとか、英会話ありますとか、英語で仕事しますみたいな、そういう場面がある人にとっては、このディスティンクションっていうのはめちゃくちゃ使える単語帳だと思うんで、まあコーヒーこぼしたけど、コーヒーこぼしたけど。で僕はこれ大体2年前か3年前くらい買って本だったんですよ。でも今はアプリが出てるらしくて、早く行ってくれ。もしね本がちょっと苦手だとか、アプリですぐやりたいみたいな人は、もうディスティンクションのアプリがあるらしいんで、そっちをダウンロードしても全然いいと思います。でも僕はね、どちらかというとこれ勉強ものっていうのは本が好きなんですよ。こう自分の手で書いたりとか、まだ書いてないんですけど、このディスティンクションのところにもね、なんか絵とか描きたいんですよ。ガットフィーリングとか、ただ胃の絵とか描きたいんですよ僕は。そしたら覚えやすいみたいな感じで、僕は結構手で動かして書くみたいな、そういうのが好きなんで、結果的に本で良かったなって思うんですけど、アプリがいいっていう人もいらっしゃると思うんで、ディスティンクションのアプリをダウンロードしてもいいんじゃないかなと思います。でまあ最後にね、ディスティンクションの中で僕が一番お気に入りのフレーズをね、最後ご紹介して終わりにしたいと思います。いきますよ。